皆さんこんにちは。私たちがプリサイティーンズです。石川鈴香です。石川かれんです。夢咲桃奈です。綿毛です。坂本瑞穂です。高梨優香です。イエイ、やったイエーイ。さあやってきました、やってきました。東京フリソレコレクション、イエーイ。パフ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 。そして今日はなんとこんな企画もやっちゃいます。お、題して気づかれずにミッションをこなせ。なんか今日こいつ変だな。疑心暗鬼ゲーム。何それ、何それ、簡単です。お、簡単ですか。じゃあ6枚あるんですけど、はい、ここに、まあ、例えばないとは思うんですけど、うん、まあ、一人称をわしにするって3回言うミッションだね。含まれたらもう終了、試合終了。なるほどね。最後までバレなければいい。最後までバレずに、ね、これをミッションをできた人が勝ちです。やだやだ、ドキドキするんだけど。絶対バレないのがいい。引いてく。うわやばい。じゃあみんなでせーので引こう。せーの、はい、やだよ、見たくないよ。いいの、まだいいの、まだまだダメだよね。まだダメだ。じゃあ、怖い怖い。発表していきましょう。はい、本日の私のイベント中のミッションは、せーの、じゃん。え、長くない？ステージ上でメンバーと手を3回手をつなぐ。はぁ、え、見たい、見たい、そんなことできない。せーの、うわ、きまずい。せーの、じゃん。待って、無理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 。私が引いたのはこれです。え、携帯持ってくってこと？バレずに盗撮する。聞くな、誰も。まもなく東京振袖コレクション2022第1部をスタートいたします。本日の司会進行を務めさせていただきます、お笑いコンビジャガモトの斉藤と申します。皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。お時間もございますので、いろいろね、トークの方していきたいと思うんですけども、おたけちゃんが多く言ってくれて、あ、とんでもないです、すいません楽しみと思って盛り上げようとしてる。はい、そうです。ありがとうございます。もう今年がもうね、もう少しで、もうあっという間に11月ですから。早いね。早いですね。ね、いいですか。じゃあグッズも、ちょっと紹介していきますね。じゃあまずはメアリちゃん、はい、今日は何を用意してくれましたか。はい、私も毎日学校の日はしてないんですけど、休日対応してるエスパーのピーチスキンフィッティングベースです。おラブベア、ラブベアの9色のアイシャドウパレットです。かっこいい。これはポイントどこですか、おすすめ。いや、もうなんといってもパッケージがめちゃめちゃ可愛いので、持ってるだけで可愛いのと、あとその中の色も結構ラメが多いので、はい、振り袖とかにも合うかなと思って選びました。キラキラしてるからね。さあ、じゃあボックス、私じゃあお願いします、はい、謎のポーズ。今、あんまり意味はないです。意味はないですね。いきまーす。気合入れたんでね。はい、何番でしょう。ででうん、何番？76番。お外国人風76番。あ、いない？あ、いらっしゃいますね。おめでとうございます。ありがとうございます。アディクションのザ・アイシャドウスパークル010を選びました。おお、これはポイントどこでしょうか。これは、あ、25番の方いらっしゃいました。おめでとうございます。おめでとうございます。ゆさちゃん、なんか変だぞ、今日。なんか変だぞ、今日。大丈夫ですか？はい。あんま、なんか、揉めてます？大丈夫ですか？揉めないでくださいね。はい、さあ、ということで以上ということになりますので、改めまして本日のゲスト、林メアリさん、振り袖ティーンズの皆さんでした。大きな拍手、そして声援をお送りください。大変にありがとうございました。バイバイ。1回戦落ちで、こっちも1位。
無事終わりました。ありがとうございます。じゃあそのミッションそれぞれ踏まえて一人ずつ答え合わせしていきますか、うんうん、そうね、はい、でまず私からバレずにステージ上でメンバーを2枚統率するってことだったんですけど、分かった人はい、気づかなかった。メンバーを統率するのが分かんなかった、うん、いやそれあのトークコーナーがあったのでそこ一回帰ると思ったんですよ。だから携帯を持っていかなかったんですよ、袖に置いておいて、うんうん、そしたら最後の方にあのスタッフさんが気づいて携帯をステージ上に持ってきてくださって、うん、そこから撮り始めたので、うん、気になる誰撮ったのか、5、6枚撮ったんですけど、すごい、ちゃんと撮れてるのほとんどない。ちゃんと見せて、撮る時にとかなんか、うん、ちょっとごまかしはしたの。なるほどね。ちょっとカモフラージュしてたんだけど、あの最初に撮った時にもうメアリちゃんとバッチリ目があって、うん、メアリちゃんには企画をその時説明してなくてすごい、うん、みたいな、カエルさんどうしましたみたいな感じで笑ってくれて、うん、でこっち見たらみずほちゃんがこう覗いてて、うん、で気づいてたの。そう、こうやってやられたからもう、えみたいな。そう、あでやばいと思って、じゃあこっちバレたからこっち撮ろうと思って見たらももなちゃんがって感じ。それでなんだ。そう、カエンちゃんやってんじゃんみたいな。そう、あれみたいな、そう反応されてっていう。え、でもステージ上ではさ、指摘されてないじゃん。されてない。これはチェン切りせる。イエーイ、すごい、ありがとうございます。そんだけ撮ったのに、ね、じゃあ、わたげちゃん。私は、実は5回やりました。そう、何だったか。投げ、あの投げ中のポーズをする。で、ファンの子にしてたの。うん、ファンの子にしたり、あとその抽選会の時にナンバーですってやったり。それでなかった。やってましたよね。じゃあ、次の誰も気づいてない。気づいてない。もうこれは素晴らしい成功例です。ね、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、私なんですけど、一回ミッションやってってなんかカンペみたいな出たの分かるみたいな。やんないとと思ってその時に。カレンちゃんと隣だったんだけど、でね、スーちゃん、サシはミッションやった？あ、カレンちゃんだったって言いました。そしたら、え、やってないって言った。気づいてない。撮る前だと思う、その写真を。すごい、ミッションって言った。すごい、さりげない。え、それを3回？いや、2回なんだけど、1回しかできなかった。あ、やっぱり毎回の日だと気まずすぎて、うん、確かにね。そう、言えなかった。でもすごい、うん、すごい、ちゃんと挑んだ。え、全然違うミッション。なんかすごいこうやってて、え、そうすごいやってたよね。なんかウインクとかなんか目合してて、それはただのカマチョ。普通に目があったから暇かよ。ウインクしてる。え、なんかそれで最後後ろもう言おうと思ったの。うんうん、やっぱ変だよ、全然あのおとなしくないよみたいな、うんうんうん、落ち着きないよって言おうと思ったけど、ただそれは普通にカマチョ。本当にステージからかけてきて、私もうももらちゃん分かった、マジで分かった、たっぷりだったの。全然フェイクだったのね。フェイクでした。じゃあ意外と得意かもね、この、うん、楽しかった。すごい面白い、すごい。はい、私はあのステージ上で3枚自撮りをするだったんですけど、うんうん、え、気づきました。え、違う、ずっと言わせて、真横でずっとカシャカシャしてんだけど、みんな喋ってるから突っ込めなかったの。そう、抽選が始まるまではずっとここに持ってたのよ、携帯を、うん、マイクの前にね、うんうん、で抽選が始まってからまず動画を回し始めました、うん、で動画を回したらさ、ここの端っこにさ写真ボタン出てくる。あ、それで音が出ないように自動で。うわ、すごい、なんか3枚撮ったけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9枚と動画が4分撮ってます。うわ、すっごい。動画を撮ろうと思ったから、うん、動画に向かってこうやってやったけど、ずっと違う違う、内画面、内画面ってゆかちゃんが、まあ、こうだよ、こうだよ。すごい、でも写真だったもん。はい、みずほはあの手をつなぐってやつなんだけど、隣がもうゆかちゃんしかいないから、ゆかちゃんとしかつなぐことができないのね、うん、だけど結構さ、この距離だったらこうやってさ、イエーイとかできるけど、結構離れるぐらいやっぱり無理だったのよ、つなぐことができなくて。ちょっと触ろうか迷ったけどやめたりとかしてたんです。触れなかった、可愛いな、本当に触れなかったの。ウィウシーちょっとね、ダメだった、できなかったんです。難しかったね。難しかった。ちょっとじゃあ私は、これはもうマイクを通しては無理、うん、そうね、確かにこれは無理だから、ステージ上ではやらなかったのでミッションはクリアならずなんですけど、わ、うん、かんない、撮ってたかわかんないんですけど、あのみんなであの終わった後にその斉藤さんと写真撮るときに、
突っ込みました。言ってた、言ってたよね。すごい言ってたよね。そうそうそう。ポーズするって自然だった。でもステージ上じゃなかったからちょっと難しかったです。以上です。先生頑張りましたね。みんな頑張った。頑張ったよ。結構過酷だったよ。ね、もう難しいよ。本当に。怖かった。でもなんかお客さんには言えないからさ、うん、そうなんか話してる時にめっちゃ笑うやつみたいになってる、うん、なんか携帯持って非常識みたいな、集中したいやつみたいになっちゃった。違いますからね、はい、ミッションがあったから絶対見てほしいよね、今日間違いない、本当に勘違いされてる、本当に勘違いされてる。居残りでーす。なんででしょうか。ミッションできなかったって言われて居残らされた。違うって、だからさ、え、違うよね、これ違うから。そう違う、マジで言い訳したいけど、まあしょうがなかった。そうね。スペシャルティーズチャンネルでは毎週金曜6時に動画公開となります。その前になんかあって、こんなね、こんなお綺麗なジョイフルエリさんの振袖を着て、振袖ティーズみんなでトレンド情報をお届けしたり、はい、いろいろ体張って頑張って、体張ってたっけ、体は張ってない体、いや、ごめんね、ご規制の子が体を張るかもしれないから、これからね、そうそうそう、うん、だからまあ体を張って頑張っていこうと思ってるみたいなので、うん、これからもたくさん動画見てください。はい、はい、グッドボタンとチャンネル登録とコメント、なんかやってほしいことなどあればね、ぜひコメントでよろしくお願いします。お願いします。ということでまた次回お会いしましょう。バイバーイ。